皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。この動画は恐竜図鑑に満足してしまったなという方向けの動画となっておりますので、お好きな恐竜図鑑などを片手にゆっくりリラックスしながらご覧ください。それでは楽しく調べていきましょう。まず私たち人間は道具を使ったり料理をしたりしていろんな食べ物を美味しく食べることできますよね。生のまんまじゃ大変な食べ物だってあります。例えば沖縄のサトウキビ、あれを生でかじると歯を痛めることがありますので、包丁がある場合は包丁を使って切って召し上がってくださいね。さあ、人間はこんな風に道具を使ったり料理をしたりして食べ物を美味しく、そして消化しやすくすることができますが、他の脊椎動物はどうするかと言いますと、こんな風に頭の形や歯の形、これをそれぞれの食べ物に適した形に変えていったと言いますか、適した形をしているわけなんですね。こちら手前からインドガビアル、マレーガビアル、そして奥がイリエワニになります。どれも有名なワニですが、それぞれの食べ物によって歯の鋭さとか口先の長さが全然違うこと見てわかるかなと思います。この右下はライオン、そして右上コモドオトカゲになります。彼らも肉を食べる動物ですから、肉を切り裂きやすいような歯の形だったり顎の形をしているというわけなんですね。これを恐竜にも応用していきますよ。獣脚類の食性を3つに大きく分けると、この肉食、魚食、そして雑食と植物食のグループに分かれます。本当は魚食も肉食の一つのグループなのですが、今回はあえて分けて説明しちゃいますよ。初期の獣脚類はみんな肉食の動物だったんですが、二次的に雑食になったり植物食になったグループも何個か確認されております。最初は肉食だったけど、進化の過程で歯の形が変わったり歯をなくしていって、雑食だったり植物食に適した口や歯を持つようになったということなんですね。獣脚類の歯についてなのですが、2015年と2019年に包括的なおかつ詳細な研究論文が発表されていますので、今回はその2本の研究論文をベースに紹介していきますよ。こちらはアロサウルス上下に分類されるカルカロドントサウルス、右上がケラトサウルス類に分類されるケラトサウルス、右下がドロマイオサウルス科に分類されるドロマイオサウルスの頭骨になります。3体の例もそうですが、肉食獣脚類このほとんどがこの肉を切り裂けるナイフ状の歯、ジフォドントを持っております。肉食獣脚類の歯の基本形、剣状の歯、ジフォドントを紹介します。このジフォドントはほとんどの肉食獣脚類グループ、例えばアロサウルス以外のアロサウルス上下、ドロマイオサウルス科、ケラトサウルス類、リムサウルスは除きますよ。他にも成長したティラノサウルス科以外のティラノサウルス上下もこの歯を持っております。生きている生き物、原生の動物でこの歯を持っているのはコモドオオトカゲなどのオオトカゲ科の爬虫類になります。肉食獣脚類の中でも肉だけじゃなくて骨まで噛み砕けたグループ、それが成長したティラノサウルス科の恐竜たちです。彼らの歯は成長とともに先ほどの剣状の歯から分厚い歯、パキドントに変化していきました。皆さん恐竜図鑑でもおなじみパキケファロサウルスやパキリノサウルスのパキですよ。分厚い歯だからパキドントなんです。このパキドント、成長したティラノサウルス科はみんな持っていましたが、その中でも頭骨が華奢で噛む力も他のティラノサウルス科よりそこまで強くなかったとされるアリオラムスや、この画像を右のケアンゾーサウルスなどの恐竜たちの歯もとりあえずは分厚い歯だったようです。でもこちらの左、成長したティラノサウルスレックスたちよりは細い歯だったと考えられています。また例外的にアロサウルス上下の中でもアロサウルスの歯は分厚い歯と考えられているんですが、頭骨、噛む力、首の筋肉などの研究によりアロサウルスはティラノサウルスたちとは違って口を大きくガパッと上げて肉を切り裂くような戦術をとっていたと考えられているんですよ。
肉だけではなくて魚も食べることができた獣脚類といえば、大人気のスピノサウルスたちが属するスピノサウルス科の歯はコニドント、円錐状の歯、ちょうど三角コーンをイメージしてください。今の割にも似た形をしています。ちょうどこの右側の画像、この右側の画像はスコミムスという獣脚類の頭骨レプリカなのですが、このスコミムス、ワニモドキという属名を持っております。そして左側のスピノサウルス、右側のスコミムス、ちょっとスピノサウルス科の中でも分類が違いまして、スピノサウルスはスピノサウルス赤、右側のスコミムスはバリオニクス赤に分類されるのですが、お互いの歯よくよく観察してみると分かることなのですが、バリオニクス赤のスコミムスたちの歯はほんのちっちゃなちっちゃなちっちゃなギザギザ、鋸歯が見られます。一方でスピノサウルスたちの歯を見てあげると鋸歯なくなってます。本当にツルッツルの三角コーンみたいな歯になってるんですね。これはなぜかと言いますと、歯の単純化に向かった進化と考えられているんですが、この円錐状の歯は獲物を噛み切るのではなくて突き刺したりキャッチするための歯と考えられてもいるんですね。そんなスピノサウルス科の食べ物については、バリオニクス赤のバリオニクスのお腹周りから胃酸で溶かされたと見られる魚の鱗、そして若いイグアノドンのものと考えられる植物食恐竜の歯、そしてスピノサウルス赤のスピノサウルスの上顎から魚の背骨の骨、しまいにはスピノサウルス赤のイリタトルの歯とされる歯が突き刺さった翼竜の頸椎が見つかっておりますので、食べられるものは何でも食べていたグループと考えても過言ではありませんね。獣脚類は肉食恐竜を多く含むグループなのに、なぜ植物食や雑食のグループもいるのか、最初は不思議に思うかもしれませんが、今の生き物でも肉食や雑食の動物のグループであるクマ科、このクマ科に含まれるのが植物食のパンダでございます。ですので肉食の動物のグループから二次的に雑食の生き物だったり植物食の生き物が現れるということがあるんですよ。二次的に植物食や雑食になったと考えられる獣脚類のグループは複数いて、まずこちらエルリコサウルスやフクイベナトルを含むテリジノサウルス類、そしてアンズを含むオビラプトロサウルス類、最後にオルニトミムスの幼体を含むオルニトミモサウルス類の恐竜たちです。この3つのグループの特徴の一つとして、口先にくちばしを持っていたと考えられるんですね。テリジノサウルス類の歯は葉っぱ状の歯、ポリドーントと呼ばれております。この葉っぱ状の歯は硬い繊維質のものを切ることに適していると考えられていて、竜脚頸類プラテオサウルスたちや今のイグアナもこれに似た歯を持っております。そしてオビラプトロサウルス類とオルニトミモサウルス類は進化の過程で二次的に歯をなくしてしまいました。ですが彼らの場合は鳥と同じ遺跡、砂肝ですね、お腹の中に石を飲み込んでそれを使って消化を助けるような働きをしていました。この真ん中の画像は大型のオルニトミモサウルス類デイノケイルスの遺跡と考えられています。ですからこの3グループの恐竜たちは少なくとも積極的に肉を食べるようなグループではなかったと考えられているんですよ。では今回のまとめになります。1つ目、人間は道具を使ったり料理をしたりして、他の脊椎動物はそれぞれの歯の形態を多様化させて食べ物を消化しやすくする。2つ目、獣脚類の歯はバリエーションが豊富で歯がなくなったグループもいるということになりましたね。最後までご視聴いただきありがとうございます。歯は生きていく上でもとっても大切なものですよね。動物園に行った時もどんな風に餌を食べているか、それぞれの動物を観察してみるのも面白いと思います。この動画が面白いと思いましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回もまた恐竜たちの世界一緒に調べていきましょう。それでは